駅で串ヶ瀬ってとこで乗り換えができるみたいなんで乗り換えましたね。徳山でもできるみたいな。ここで山陽線と合流するのか。ここでも乗り換えできるし、え、広島方面はこっちじゃないな。だから結局徳山で8分を接続待ちするらしいんで、そこでも乗り換えはできるみたいですけどね。こっちの方が便利ですよって案内ありましたね。よし、よいしょ、こんな感じなんや。あんなところに、こんな外れなところに名所案内あるんや。ハイキング最適、徒歩1時間10分、なかなかハードなところちょっとね。一個ドーンと書くパターンなんですね、 JR 西日本は。あの JR 東海みたいに行くとも書く傾向はないみたいですね。こんな感じで行くんや。よいしょ、もう一つ行くのかな。ここが、帰ってくるんだ。あれこれ、あそこに見送ったんですね。そうですね。岩国で見送った先に乗ったやつを結局これに乗るんですね。よし。新山口まで
やってきましたよ。そうね、車両機関区とかもあるんで、なんかいろいろと見応えありそうなのが奥にいっぱい止まってますけどね。で、こっから、その方に行くにはどれだ？あれか？宇部線の方に乗ってかないけど、ね、こっちかな？新山区、なんでそんな新そんな新ウルトラマンみたいに書いたのかな。そんなツッコミをしながらなんですけど、で、まあいうこの間で宇部新川行き、あ、向こうだな、うん、宇部線も来るみたいなんですけど、もうちょっとね、一回ここで降りて飯を食おうと、いうのもですね、結局もうどうあがいてもその長門本山、行けないんですよ。もう終電終わっちゃってるんで、とっくの昔に終わっちゃってるみたいなんで、動画変えても無理なんで、じゃあもう一泊しても朝一で行くしかねえとなった時に、宇部新川になら快活があるみたいで、そこ結構安いみたいなんで、まあだいぶちょっと外れの方ですもんね。で、駅からも歩いて行けるところで全然1600円とかで行けるみたいなんで、そこ使おうかなと踏んでますと。で、どっちだ、向こうか。で、だとするとそっちに8時ぐらいに入りゃいいんで、じゃあもう一回ここで降りて、ちょっとゆっくりしてね。で、新山口だったら多少食べるべしてとか結構いろいろとありそうなんで、こっちの方で飯屋とかちょっと見繕って夕飯食べて、でもう夜、宇部新川に向かってしまったらいいのかなと、なんでこうなったの、そんなことになってんの、宇部、こんな感じだね。で、こっちは津和野とか、山口線がある、あ、そうか、山口線もあるのか、そこはこっちの方から出てって感じなんだな。ここは IC カード対象外なんですね、山口は。